チ入れてからチーズじゃない。ボタンちゃん。私？あ、じゃあ聞こうみんなの。クールそうだよね。あ、そう、うん、クールそうで、なんか、うん、自分のテリトリーに入られたら。でもすごい優しいし、うん、優しいけど、うん、なんか、うん、ツンツンしてるイメージというか、優しいけど、うん、なんかはい、なんか配信終わりましたさよならみたいな感じになっちゃうかなみたいな。確かに。あ、それ第一印象よね。第一印象、うん、今は全然だよ。全然だね。かわいい、人懐っこい。やってみんな。もうやってだってなんで照れて照れてじゃ意外とね、あのでもね、意外と私はそう見られるんだよ、うん、そうクールそうだなって思うよ、ね、ってだからスタジオとかでも終わってさ、あ、お疲れ様です、じゃあみたいな、うん、イメージで見られるけど全然ね違う。全然違ったことないよね。今日も楽しみでね。そう、今日も楽しみで、ずっと楽しみで、うん、今日もう寝ていいかって今日も楽しみで言ってたからね。ただいま。いや、明日タコパめっちゃ楽しみなんだけど、むしろもうタコパのためにもうちょっと今日ちょっともう寝ていいかって感じ。ごめんごめん、いやタコパが楽しみすぎてちょっともう寝ていいっすかねみたいな。もうそれでもいいか、寝ていいかって言ってみんな寝た。楽しみすぎて早く寝たいんだけど。だってあの集合のためのあのチャットのところもすごいもう楽しみすぎて、もう早めに行きますみたいな。何時から行っていい？早めに行きます。何時に行っていい？何時に行っていい？早めに行くって言ってくれ。遠足前の子供可愛かったな。いや、そう、ボタンちゃんはマジで可愛い、うん、この中で多分一番可愛いと思う、うん、本当に。それ適当言ってない、うん、本当に可愛いよね。今日も話してたもんだって。本当に本当に可愛い、末っ子だもんだって。待ってる間ね、可愛い、可愛いマジで可愛い。本当に照れちゃうよ。もう照れてるでしょ。照れちゃうよ。照れてるじゃん。もたんちゃんもかわいいな。ということで、じゃあこの流れで、はいはい、4人が姉妹だったら、うん、あの長女から末っ子まで決めてください。末っ子はもうボタン先輩、もうボタンちゃん、おボタ様かな。じゃあボタンからいきますか。、はい、じゃあ末っ子ボタン。はい、ね、この後、まあ、配信終わってから次のディズニーの日を決めたいです。好きすぎ。うちらのこと好きすぎやん。いや違う、うちらが好きだじゃなくてディズニーが好きだよ。いや違うよ。違うよ。いてくれてるから。違うよ、うちらとディズニー行くのが好きなの。ほんとに。そうだよ。じゃあ行こうね。行こう、また行くな。行こう。はい、末っ子の言うことは絶対そうですね。成功、成功かわいい、成功かわいい、やったぜ。じゃあね、今日